はい、皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭 SPP のチョボ先生です。チョボ先生の教室、2022年12月13日火曜日のホームルームの時間になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、先週ちょっとね、喉の調子が悪くて、定期ライブの方もお休みしたんですけど、土日が非常に暖かかったので、その気候も良かったのか、治ったと思ってたんですけど、また何かねちょっとぶり返してきました。ちょっと咳がね、出るんですけども、ね、なかなかね、寝れば治るんでしょうけど、ワールドカップ見たいのでね、長引くというね、もう自業自得な日々を送っておるんですけども、今日はあの準決勝がねありますので、4時からキックオフなんですけども、見るかどうかちょっと悩んでるという感じですね。はい、すっかりですね、冬模様になりまして、あさってからは非常に大寒波がやってきて、北日本の方では大雪という予報が出てるんですけども、冬になればね、美味しい野菜とかですね、果物とかもありますよね。で、今日はですね、冬といえばいろんな野菜を思い浮かぶんですけども、今日は大根にね、12月下旬から2月上旬ぐらいですかね、寒い時期になってくると旬を迎える大根ですけども、この大根のね、面白い歴史とか、効能とかに、ついてねお話したいと思います。はい、大根ですけど もう栽培の歴史は非常に古くて、4700年以上前から作られているということと、アブラナ科の、植物ですので、アブラナ科の、植物たくさんありますよね。チンゲンサイとかね、いろいろありますけども、中央アジアを原産として、それぞれ諸説あるみたいですけど、中央アジアを周辺に、原産地として、数多くね全世界中で作られている野菜でありますね。はい、で、大根のこの価値はですね、時代と地域によって、まるで違うというところが、面白いのかなと。はい、で、紀元前485年から420年頃にヘロドトス、これ古代エジプトの方ですね、ヘロドトスっていう方が記した、歴史ヒストリアニーいいかな読み方、の本によるとですね、古代エジプトのピラミッド建設現場では労働者たちに報酬として支給されたのがこの大根だったらしいんですね。なので、お給料がですね、ピラミッド作っているその労働者のお給料が大根なんですよ。これね、現代人の皆さんにとってみればもう、ブチギレ案件ですよね。めちゃくちゃ思いしてね、なんか被っちゃいましたけど、思いしてね、石運んでね、王様の墓を作ったのに、給料大根ってみたいな、なんやねんみたいなね、ブチギレ案件と思うんですけど、これはですね、確かな、木産というかね、これね、めちゃ理にかなってるんですね。なぜかというとですね、受け取った大根はですね、実際に野菜として、食べることはあまりなかったんですね。で、価値があったのは、むしろですね、油を取るための種の方だったんですね。で、この時支給されていた大根は、ラディッシュ、英名ですね、ラディッシュと呼ばれるもので、日本が思い描く大根とはですね、ちょっと違うんですね。根が白くてですね、大根おろしとかしてね、白いのをイメージされるかと思うんですけど、ちょっと赤みがかってて中身がね、ちょっと株に似ている感じのもの、ラディッシュね、こう大根なんですけど、で、この古代エジプト人はですね、お給料をもらって、そのラディッシュ大根をね、大根の種をまいて、このね、種を取って、油を取って売るために種をまき続けたと。なので、給料としてもらって、めちゃめちゃ嬉しかったんですね。種まいて、栽培して、育てて、種取って、油として売ると。で、これなんで良かったかというと、穀物を育てるよりも高く売れるんですね。で、課税率も大根で取った油の方が課税率も低かったので、利益率が抜群だったんですね。これね、まさしくね、実利的な古代エジプト人らしい、エピソードですよね。なので、高く売るため、種を取って油を取って売るために利益率抜群だったので、喜ばれたということなんですね。でも、一方、古代ローマでの評判はね、芳しくなかったみたいですね。
大根は皮が分厚く、まあ、刺激的な匂いがあって、まあ、これが腸にガスをため、ゲップを引き起こすと考えられてて、だから質の悪い食品だということでですね、言われてたんですけども、まあ、解毒薬とか肝臓病、まあ、腰痛の治療薬としての一定の評価は認められてたみたいですけど、まあ、ガス貯めるっていうことであんまり評判良くなかった。ね、古代ローマでは。で、日本ではですね、いつ伝わったのということですけど、平安中期に大根、まあ、大根って書いて大根と表記され、これを、ね、大根と読むようになったのが室町時代なので、もう平安時代から700年ぐらいですかね、西暦700年ぐらいからもう日本には伝わってたと、うん。で、日本人はですね、まあ、古代エジプトの民と一緒でですね、畑という畑で大根を育てるけども、それは種取るわけじゃなくて、それを食べるために、もうね、西暦700年ぐらいからもう食べてたということなんですね。うん、で、日本ってね、割とね、大根好きでね、作付け面積は、と収穫量はですね、まあ、第2位なんですね。まあ、第1はジャガイモなんですけども、そういった西暦700年の平安時代から、もう大根好きで結構植えて食べているということなんですね。うん、この大根植えてるやつも、まあ、自生種じゃなくて、大体ね、西洋から伝わった、西洋種を起源とした自生種じゃないんですけども、多くの日本人がですね、もう古来からずっと植えているものが大根ということでね、まあ、こういった歴史があるということでね、油を売ってた古代エジプト、評価あんまり良くなかったローマ人。で、日本ではもう平安時代から伝わって、もう野菜として食べるために植えているというね、各それぞれの場所でですね、まあ、評価とか、価値が全然違うというのが面白いところかなということですね。うん、で、大根で思い出されるですね、まあ、日本でいうね、事件といえばですね、あれありましたよね。1996年にですね、O157 の被害が多発して、1万人以上が感染し、その年だけでね、死者は8名にも上ったと。まあ、これ厚生労働省の資料ですけども、で、発生源として真っ先に突き上げられたのが、もうほぼ風評被害ですけど、カイワレ大根ね。まあ、大根の、まあ、スタウトなので、まあ、赤ちゃんですね。うん、それがですね、もう発生源、O157の発生源、カイワレ大根じゃないかということで、もうこれ大被害を受けて生産者は次々と倒産してですね、まあ、他の生野菜にも容疑が広がってですね、まあ、大騒動になりましたし、農家さんが非常に被害を受けたと。いうことがあったんですけども、1999年ですね、カイワレ大根には強い抗 O157、要は抗酸化作用というかね、O157 に対して非常に、やっつける能力がたくさんあるということが公表されて、ますので、そのね、一回根付いたこのね、風評被害はなかなか拭えないですよね。ダイオキシンも全然体に害はないのに、一度決めちゃうとね、もうそう、科学的に全然害ないよと。この物を燃やすぐらいに発生したダイオキシンになって、体には全然害ないよって言われてもですね、そのなんか一回受けたその傷は治らないみたいなね、感じですよね。だから、カイワレ大根は O157 の発生源でも何でもないし、むしろ O157 に強いってね、それやっつける能力がたくさんあるっていうことも分かっておりますのでね、だから大丈夫ですよ皆さんね、うん。で、このカイワレ大根は、まあ、大根ですけど、非常にね、体内というか、その植物体内にアミラーゼがめちゃめちゃ含まれているんですね。アミラーゼの、まあ、通称は、まあ、ジアスターゼと呼ばれるんですけど、まあ、ジアスターゼがたくさん含まれていますので、不快な胃もたれとか胸焼けを防止するありがたい効果を持っておりますのでね。なので、たくさんですね、まあ、でんぷん類の分解に非常に優れているけども、加熱処理ではね、このね、ジアスターゼがね、激減しちゃうので、生食がいいというふうに言われております。でも、まあ総じてね、アミラーゼの含有量が非常に多いので、大根はいくら食べても当たらないと、お腹壊さないっていうふうに言われてるんですね。消化機能が非常に、消化酵素がたくさん含まれてるから。で、この大根はいくら食べても当たらないというのがですね、いくら奮闘しても当たらない役者ということで、大根役者というふうにね、そういった名前もついておりますからね、まあ、素人とかね、そういったことを、素人役者というふうに、言い表すときに大根役者って言いますよね。それは何、いくつ食べても当たらない。ジアスターゼがたくさん含まれとってお腹壊さないよというところから来てるらしいですね。うん、で、さらにですね、これ最後になりますかです。最後になりますが、古くなったワインをですね、
すっかり蘇らせる錬金術みたいな能力もあるんですね。商品価値がないほど品質が落ちたワインに薄くスライスした大根を浸しておくとですね、劣悪かつ胸が悪くなるような風味が立ちどころに取り除かれていき、さながら新品のように清涼な酸味となって蘇ると。これね、16世紀頃のね、論文でね、発表されてますのでね、こういったですね、16世紀頃のワイン商人は、こうした売れ残りを見事にね、売りさばいたというからすごいですよね。大根を薄くスライスして入れといて、古くなったワインを売りさばいたらしいのでね、これはこういったね、蘇らせるね、能力、錬金術みたいな能力も、大根にはあると。そもそも種まいてね、お金に変えてたから、それも錬金術だし、大根はね、もう錬金術師的なね、野菜として全世界で今も愛されているというところでしょうかということですね。大根使った料理ね、ぶり大根とか食べたいですよね。この寒い時期はやっぱり大根とか白菜とかね、食べたくなりますよね。ということで、今日はですね、大根についてご紹介いたしました。皆さんね、大根食べましょう。食べたくなりました。ということでね、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様、さようなら。バイバイ。